どうも渡瀬えー、っと今回はあの全員サービスの CD シングルということでこれまで CD ブックを買えなかった人にも楽しんでいただけるという感じなんですけれども今回はまあギャグということなんで本編からちょっと外れてこうみんながキレているという <laughs> 非常に私もなん,かきなんかシナリオを読んでてすごい笑っちゃったんですけれどもなんかふだんふ読んでいる皆さんが読まれている「不思議遊戯」から離れて。 ああこのキャラってこんなところがあるのねっていう感じで楽しんでいただけるといいなと思います。えー、まあ、こういうのがなんかいっぱい聞けると私も本当に楽しいなと思いますんで皆さんもぜひぜひ楽しんでください。